これアインって何回言ってるんでしょうね。何回言ってんだろうね、これね。すごい数だよね。ねえ。僕の振りはね、そんなにも大変じゃないんだけど。これ踊りあるんですか。身重いの連中はすごいですよ、走り回って。俺の周りもう飛んで回ってるもん。アイン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 だから。じゃあもうこれ一回終わったら、一回終わったらもう倒れてるもん。とかって。今まで一番しんどいこれとかって。大変。振りはどなたが考えてるの？ナスさんって、あのずっともう娘っていう女性の方が。じゃあ本当に本格的ですね。うん、うわ、大変ですわこれ。大変ですわ。バカ殿様とミニモニ姫、アインダンスの歌をお送りしました。続いてまいりましょう。ジュリケンファイル132、アイラブケリン。人生をギャンブルしているジュリーさんと志村さんではありますが、実際のギャンブルはどの程度たしなまれるんでしょうか。実は先月末の昨年度末で3つの競輪場が姿を消していました。兵庫県西宮市の甲子園競輪、西宮競輪、そして北九州の門司競輪場。70年代前半のピーク時には全国で267の自治体が競技を開催していましたが、この10年でそのうちの6割が撤退。はい、新年度は98の自治体が競輪事業に携わるということになります。競輪場の廃止は72年度の後楽園競輪場以来ということです。そうだよ、これ見延さんの時代だったね。そうですよね。あ、公営ギャンブル廃止条例ってね、そう、後楽園球場の横にあったんだから。競輪場があったんですよね。多分今の東京ドームのとこじゃないのかな。でしょうね。あそこが競輪場だ。そうそう、競輪場だったんだ、あそこがね。そうか、そんなに今少なくなっちゃったの。なんですね。競輪は一番面白いって言うけどね。最終的にハマるのが競輪だっていうギャンブル。でも実際ね、中野浩一さんとちょっと親しくて、で、あの久留米、本場の久留米行って、あのなんかゲストで出たんだけど、見てもね、わからないんですよ。あの出身の県とかなんかで全部こうなんかあるんですよね。なんか ややこしそうですよね。でなおかつね、あの途中までタラ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 回ってるじゃないですか。そうなんでっていうのわからないぐらいに。で突然始まるんですよね、あれね。そうでもね、俺たち見たらね、あのゴールの時わからない、何が一着なのか全然わかんない。そのぐらいスピード速いですね、あれ。そう、でも怖いのはね、その本人だから、実際買ってる人間が上からね、罵声がグラマーってそれがすごかった。うわ、怖えと思ったね。で競輪は本当男ばっかりでしょ。そうですね、ほとんどあそこに入れる人ってね、女の人、まあもうよっぽどですよ。男勝りですごいですね。どなたでしょう、ひぼたん折りぐらいしか入れないんじゃないの。なんかあのヨーロッパなんかと競輪はすごいんですよね。そうもう一応あれはほら、もう競技としての競輪の方や、ツール・ド・フランスとか、すごいらしいですよ。あれはすごい、あれは走りながらおしこしたりするんだよね。ですよね。でお尻出してうんちするんだよ。だって止まってたら大変じゃない。昔あの走りながら、そうだよ、あの昔あの福岡マラソンでアメリカの選手が途中で橋のとこまで起きてうんちしてたっていうのがあったけど、それでも優勝したっていうやついたけどね。あのツール・ド・フランスとかそんな競技になったらもうバーンとめぐってバーン走りながらバーンって、澤田さんのことで信用できなくなってきたんですよ。本当だって、昔の本当ですかね、後ろはクソまみれだよ。そうです、そういうことですよ。そう、昔のあの汽車と同じ、無駄しっぱなし、線路にボン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 。そうそれぐらい過酷なレースらしいですよ。でもそう、それぐらいもう惜しんでバーン行かないとっていう。まだ賞金すごいです、向こうはね。そういうのってのは半端じゃないから。いや、そうなんですか。自転車はもう中野浩一さんの10連覇ってすごいことらしいですよ。だヨーロッパだとみんな知ってるね、中野浩一って。ああ、そうですか。へえ。向こうは2人でやったりとかあるんですよね、教員がね。そうですね。あんな人数多くないとかね、2人であるんだよね。ああ。競馬もだって2頭とかあるもんね、直線だけとかダーとかって、2頭で戦うんですか。そうへえ。でもそれかけるのは楽ですね、どっちか勝てばいいからね。それもなんか勝ち方あるんだろうけどね。多頭数でもやるのもあるよ、ちゃんと。あ、そうなんですか。でも競輪って自転車は特殊なんですよね、あれね。軽いしね。そうブレーキないんだよ、ブレーキが。ブレーキなし。めちゃくちゃ軽いよ、持ち上げられるよ。本当に。本当ですか。女の人もピュッ。軽い、本当に。だからブレーキがないのよ。ペダルを止めるとブレーキになるのよ。漕いでるやつをキッと止めるわけよ。でものすごいスピード出てるじゃん。だから急に止まってないでしょ。止まれないんだ。ずっと回ってますね。ずっともう任してるでしょ。で足もほら
クールダウンしてるわけ。それで、うんうんうん、自分自力ではこかないでこう動くままにこうクールダウンして、足は止められないのもずっと走ってるうちは。そうそうですよね、うん、あれこけたら嫌だね。痛いですよ芸人は。あのバンクっていうんですかね、斜め傾斜がすごいんですよね。あれを、ね、経験するって言って番組でやったんだけど、中野浩一さんが前あの2人乗れるのがあるんですよ、練習用で、はいはいはい、あの鍛えるのに、はい、俺後ろ乗ったのね、うん、でね、あの中野さんが前なんだけど、たまにその登ってね、ふって避けるのよ、うんうん、俺の顔の風が当たるように。怖い怖い、あーほんと怖いよ。そうだよ、それは風を一手に受けてるんだもんね。でちょっと登るんだけど、バンクのところ、もう怖い怖い。え、あれ体勢斜めになるんですか。うん、なるさ、怖い怖いよ本当に。そりゃ落車もしますよね、うんうん、競輪選手は普段ママチャリとか乗るんですかね。普段街中ではどうしてるんですかね。もう乗りたいと思わないんですかね。乗りたいと思わないんじゃない。そうなんでしょう、だってじゃあ競馬の記者は普段もじゃあ馬走ったかで馬乗るのかい。いやいや、それはないんですけど、どうなのかなと思ったりして、うん、はい、一曲お送りします。渡辺美里さん、マイレボリューション。